台湾のバス交通では、台湾におけるバスについて解説する。台中客運の車両台湾では市内を運行する、路線バスを一般に、公共技者の略称である校舎、中距離輸送の路線バスを航路客運もしくは、超都客運、中長距離輸送の高速バスを国道客運と称する。また、バス事業者は、客運講師と称する。バス停は、単、バスターミナルは、 客運搬、公車搬、天運搬などと表記される。地方政府の交通局により管轄されている。運賃は地方政府が決定し、それぞれに均一料金、区間料金、重量料金などの体系が存在している。路線系統は3桁未満の数字が基本だが、直轄市の一部で、他県市をまたぎ。 かつて高路総局管轄だった異常路線は4桁のままで運行しているものもある。また、台北市では、台北市交通局参加の台北市公共運輸所により管轄され、一般に、貫栄光社と称されている。路線の特徴に従い一般、小型、早運連絡路線と、さらに細分化されている。高尾市では、高尾市政府交通局により管轄され、一般に、 試行者と称されており、ここでも、路線の特徴に従い一般、小型、地下鉄連絡線と細分化されている。2016年末現在、報告券を除いては、すべての県市活バスで、IC 乗車カードの宇宙遊、一通りが、一部の県市活バスではさらに愛禁、遊世にも利用できる。交通部高路総局により管轄されている。運賃体系は、 重量制となっている。系統番号は、原則4桁の数字が割り当てられている。中長距離路線の事業者には、国営の台湾議者を民営化した、国光客運のほか高尾客運、東津ね客運、飛湯客運、荒港客運、和金客運などの民間企業があり、台湾全土を連絡している。東海岸にも2007年の高速道路開通から、 クズメラン客運が続いて首都客運が雪山トンネルを通って台北方面とを結ぶ高速バス運行を行っている。運行本数は極めて多く一部路線では24時間運行している。また運賃も空路や鉄路より廉価であるため台湾での利用頻度の高い交通手段となっている。長距離バスは多くの路線で高速道路を使用する国道客運。 いわゆる高速バスとなっている。乗車券は各営業所及び各バスターミナル、コンビニで購入でき、一部路線ではインターネットでの予約、支払い、各 IC 乗車カードの利用が可能。2016年に台北市と高尾市で、2018年に台南市で定期市内観光バス路線が開設された。いずれも2階建て車両によるオープントップバス。 通常の航路客運路線を補うために、航路総局ではなく交通部観光局の管轄で、台湾吉行という名称の路線が各地に設定されている。多くは各事業者のバスターミナルではなく、大鉄や台湾高、鉄の駅を発着、鉄道と連携することで外国人を含めた観光客の便宜を図っている。事業者にもよるが、 各種 IC 乗車カードも大半が利用可能。運賃は、総じて高めに設定されている。航路客運、国道客運用のターミナルは、天運端、天運中心端、客運端、総端と呼ばれる。その他の都市では、各バス会社が独自に、バスターミナルを設置している。近年では、駅周辺の区画整理事業とともに、バスターミナルを建設し、 そこに集約する傾向にある。ありがとうございます。